こんにちは、斉藤理恵と申します。今日は、体の流れや動きを使って股関節周り、足周りをストレッチしていきたいと思います。ちょっと、最初の、簡単にやろうと思えば簡単にできますし、難しくやろうと思えば難しくできますので、もしよければ挑戦してみてください。やっていきましょう。はい、では今日は最初にですね、足を入れ替える練習っていうのをしていきたいと思います。まず最初にお姉さん座りからしていきましょう。この状態からこの上になっている足の膝を反対側の肩に近づけるようにして、ぐっと近づけます。お尻をちょっと向こう側に見せるようにですね。できれば滑りやすいところでやるのが一番いいので、ぜひ滑りやすいところにやってください。足を滑らせます。足を伸ばしながら反対に持ってって、曲げるときに反対の足も伸ばして、今度は入れ替えて膝を反対の肩に近づけます。まずはこの練習、足を伸ばして入れ替えて、常にどっちかの、どっか飛び越えるんではなくて、常に足が床を触っている状態、寄せ、はい。ちょっとじゃあこれだけをまずは、8回いきたいと思います。まずはこの座り、どっち側でもいいんですが、この座りからいきます。いきますよ。1回目、足を伸ばしてゆっくりいきますね。反対の足入れ替えて、2回目、足を入れ替えて、反対の足伸ばして、3回目、曲げて膝を引き寄せて、4回目入れ替えて、少し速くしていきますね。5回目、6回目、なんか開脚にした方が楽かも。7回目、8回目、開脚からのすれ入れ替えての、胸、足を伸ばして、開脚からの、この時に両座骨ついて、肩座骨にして入れ替えて、胸、そんな感じですね。はい、次に今のを左右合わせて2回やってきます。まあ実際は3回なんですけど2回やってきます。じゃあここからいきますね、引き寄せて両座骨、2回目引き寄せて両座骨、開いて両座骨で、次3回目なんですが、3回目に引き寄せて、そのまま足を上に伸ばしましょう。できました。意外とこれ大変ですよ。これね、手を後ろでガンってつけちゃってください。指で立てていくとちょっと指痛めますので、しっかりつけちゃっていいです。よっかかっちゃう、まあ、できれば胸反った方が一番、胸を張った方が一番いいですが、きつかったこのままでもいいです。いきますよ。さ、最後の回しだけ、寄せてからのここの足、膝を伸ばして、まあきつかったら曲げてもいいです。曲げてもいいので、上げて横からの反対っていう形になってますね。これは手が後ろにダラーンとつけてください。いきますね。3回いきます。1回で、両座骨、開脚、曲げて、引き寄せて2回目、
応座骨の開脚引き寄せて3回目です。これが、そしたら足を開いて下ろす。で、できればこの足は遠くをと下ろす。で、反対に行きましょう。3回行きます。引き寄せて、両座骨、反対、2回目、引き寄せて、両座骨の開脚して反対、次3回目ですよ。3回目引き寄せたら手をついて、手をつくと自然的にちょっとねじれますので、ちょっと苦しい感じになります。苦しくなったら足を曲げてもいいです。つま先どうでもいいです。回して下ろすだけ。この上げるっていう声が結構きつかったりしますので、無理しないように。ただ意識、私が意識しているのはここの意識じゃないです。意識は足が遠くに、このつま先、私の場合つま先ですけど、つま先が遠くに引っ張られるイメージを持ってます。はい。だからもしつま先で抜けるのが難しいという方は、膝をグッてこの360、この半円ですね、半円を引くような、これでもいいです。開くで、この逆になって反対。ちょっとこの流れをゆっくりまず2回早く2回やっていきます。2回っていうのは1片方やって2回目が片方って感じですね。いきますね。まずは座っていきます。こっち足は、どちらの足でもいいです。まず1回目引き寄せて伸ばして開脚、反対側引き寄せて伸ばして開脚、3回目になるので引き寄せて回して開いて開脚したら戻す。1回目、これ2回目です。次3回目になります。引き寄せて手をついて足を伸ばして戻す。戻したら反対側をねじりましょう。これちょっと早くしますね。引き寄せて伸ばして、2回目、3回目、そのままの流れで回します。2回目、さあコツが入れ替わりますね。体重移動もしてます。ここで3回目、はい、こんな感じになってきます。で、さらにできる方、さらにできる方、ちょっときついんですが、さらにできる方は3回目の足回しを、今分かりました、両手ついてお尻をちょっと持ち上げる。3回目の 足回しを両手ついて、ここのすねで床を押してお尻を持ち上げる。はい、応用編です今のが応用編になってきますが、これを入れていきましょう。で、もう一個応用があります。さらにできる方、両手なんか楽勝だっていう方は、3回目の時の足回しを、一番簡単な膝曲げて、このまま曲げるだけ、膝伸ばす、そして両手をついてお尻持ち上げ。さらに難しいのが片手でいきます。ついてるのはこっちの手だけ。片手、反対側も簡単なのは曲げる、伸ばす、ちょっとお尻を浮かす。
うん、片手で戻す。はい、ちょっと今の、1回2回3回4回、じゃあ1回目を足を、まあ、回すだけ、押し付けて足を回しますが、私は足は伸ばしますが、難しい方は曲げてもいいです。はい、2回目を両手でお尻を透かし上げるっていうのを1往復ですね。で3回目、3セット目を、片手っていうのをやっていきたいと思います。はい、大丈夫ですか。1回目はお尻つけて、2回目はきつい方はお尻つけても膝曲げてもいいです。なんだったらお尻上げるけど膝曲がっててもいいです。はい、お好きなように。3回目は片手にしますが、きつい方はそれ以上無理しないように手首にしっかり乗るっていうのだけ意識していればいいです。はい、じゃあいきますね。お嬢様座りからいきます。1回目はまず足を回すだけ、2回に半で左右やって、2回目がこう、3回目がこう、そういう感じです。はい、多分皆さんも分かってると思うのでいきます。はい、1回目、2回目、3回目に回しますが、まずは足を回すだけ。1回目、2回目、3回目、回すだけ。待ってください。1回目、次、足、お尻を少し持ち上げます。両手でお尻を少し持ち上げます。3回。1回目。2回目。3回目。お尻、両手でお尻を持ち上げます。で、次、片手にいきます。1回目。2回目。3回目。で、いきます。1回目、2回目、3回目、片手しっかり乗っかって足を大きく回します。はい、できましたか。ちょっとご自身の好きな形でいいので、あと4往復だけやっていきましょうか。はい、自由に4往復です。いきます、早くいきますよ。はい、1、2、3、1、2、何だったらこれを回しても好きな方向に、手を左手もいいです。うん、っていう感じですね。はい、できましたでしょうか。ちょっといろんな方向に回ってっちゃいましたけどね。こんな動きもありますので、まあそれでも手をしっかりつく、手をついてここを引き上げる、あと骨盤上げるだったりとか、足を伸ばすとか、そういうのが意識が変わっていきますので、そうすると動きが大きくなって、まあ、もちろんダンスやってる方はダンスの動きが大きくなるだけじゃなくて、普通に体伸ばしたいよっていう方も意識の持ち方が少し変わってくるかなと思うので、ぜひやってみてください。はい、では今日はこれに終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。わもしご興味ありましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、毎週土曜日一応7時4夜の7時45分から、やってますので、流してますので、もしよければまた見てください。はい、じゃあこれで終わりにしていきます。ありがとうございました。またねー。